どうも、マサヤングの独り言チャンネルにようこそということで、ストライモンのですね、エルキャピスタンを、購入しましたので、今回はこれを、いろいろいじっていって、面白い設定とか探していきたいと思います。はい、セッティングできましたので、いろいろ触っていきたいと思います。で、まずですね、モードですね、テープヘッドとこのモードっていうのを選べるんですが、これ全部触ってるとめちゃめちゃ時間かかっちゃうので、今回はシングルで、テープヘッドシングルで、モードは A に固定して、お話ししていきたい、設定していきたい、と思います。で、ここの2つを押した状態で回すと、ここに書いてあるパラメータとは別のパラメータが動きますが、今回は、この2つを押してここを回すとスプリングリバーブがかかるんですが、それを最後にちょっと、触ろうかなっていうぐらいです。あとは基本的にこの、裏モードに入らないところで、いじっていきたいと思います。じゃあまずオフの状態で、鳴らしてみるとこんな感じですね。でオンで鳴らしてみると、すごいなんかいい雰囲気出てますけども、まずこの基本となるのがこの3つのつまみですね。この3つですね。これが基本的に、ディレイの、どんなディレイにも大体ついてる、パラメータ。タイムは返ってくる音の、速さ。そう、これね、音鳴らしながら回すと、こうね、テープがこうクシャッとなったみたいな音がしますね。はい。でも、とりあえず真ん中にしておきましょう。で、ミックスは、返ってくる音量ですね。はい。で、一番これ右に振り切ると、弦音が鳴りません。鳴らなくて、返ってくる音だけ鳴る。って感じですね。多分、で、一番左に回すと、全く返ってこないって感じですね。はい。で、リピート。リピートは返ってくる回数ですね。多分この辺だと無限に返ってくるんじゃないかな。はい。で、左に回すと、多分一番左に回すと1回かな。うん。はい。こんな感じですね。で、まずここで、わかりやすく、自分が、設定したい、ディレイの感じを作っておくと良いと思います。今回は分かりやすくですね、タイム大きめにして、ミックスも大きめで、調整していきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、エルキャピスタン。でこの状態でもね、結構その、裏のモードで、テープエコーっぽい、シミュレーションかかってるので、いい雰囲気になるんですけど、さらに積極的にいじっていくと、このテープエイジ、ここからいじっていきたいと思います。で、これは、その、テープの若さ。左が一番若い状態で、右にすると、こういきなり、なんていうかな、ハイが落ちるというか、こもった音になりますよね。で、このテープエッジを右にすることによって、その弦音はもちろんフレッシュな弦音が鳴らしてるわけなんですけど、その返ってくる音がそのこもることによって、全体的にあったかい雰囲気であったりとか、そのメインで弾いてる音を邪魔しない感じになる。多分これぐらいが僕のね、好みの感じなんですけど。ですね。じゃあもう一回テープエッジ戻しておいて、このワウフラッターいってみましょうか。ワウフラッターは一番左の状態が、通常の状態で、こう右に回していくとね、なんかテープがこうグニョグニョってなって、こう音程が揺れる。はい。っていう効果が出ます。なので、この状態で、その弦音とディレイの音が混じると、なんとも言えないコーラスというかリチューンというか、なんか不思議な感じになりますよね。
この辺も積極的に使っていきたいんですけど、あまりこう深く書きすぎるとそれはそれでなんかふわふにゃふにゃしちゃうので、まあ、これも程よく、多分これぐらいかな。すごいなんか雰囲気出てきますよね。でテープエイジも多分これぐらいが僕好みですね。はい、はい、こんな感じですね。基本これを押さえておけば、いいと思います。で今ちょっとね、あの分かりやすいようにあのミックスとタイムを大きめにしてますんで、これを僕の好みにしていくと、本当はもうちょっとミックス下げると思うんですけど、あの分かりやすいようにこれぐらいにしておきます。はい、こんな感じですね。で、さらにこうなんていうかな、この混ざり具合を良くするために、最初にちらっとお話しましたけど、この2つを押した状態でここを回すと、前回にしましょうかね、スプリングリバーブがかかります。明らかにリバーブかかりましたよね。そう。で、この状態で、弾いてあげると、よりこの、ディレイ音が、強調されないので、自然な雰囲気が作れますね。うん、だからこれ本当に、まあ、なんあの別の動画で言ってますけど、1個あったらそのリバーブとディレイを賄えるのですごいいいなと。はい、このディレイが、リバーブがあることですごくね、この1個だけで使いやすい感じになるかなと思います。でも実際はもうちょっとリバーブこれぐらいにしてやるともうちょっといいかなって感じですね。はい、ちょっとね今あのミックス大きめにかけてますけども、分かりやすいように、本当だったらもうちょっと下げると思います。歪ました音とかね。すごく、雰囲気が出てくる感じではないでしょうか。ということで、ね、エルキャビス、トライモンのエルキャビスタン、僕なりに、ちょっと分析して、使ってみました。いかがだったでしょうか。何かあればコメント書いてみてください。そしたら今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。